紫式部下避、巡りやひてみしや、それともわかぬまに雲隠がれにし、夜半の月かな、京都市上京区路山寺内路山寺は、京都市上京区北の辺町にある、天台集計単立の寺院。天台園、清州の本山。本尊は、阿弥陀如来。次号は詳しくは、路山天台光寺と称する、紫式部の邸宅跡として知られる。 比叡山延暦寺の中高の祖である上限により、天行元年、平安京の北にある、船岡山の南麓に、共願い混合院が創建される。一方で、関元三年に、法年に帰依した、重心防覚湯が出雲寺に寺を建立、僧の路山に習い路山寺と申した。南北朝時代、この二カ寺の十字を兼務していた明道上限によって、王安元年に、共願い混合院が、 ロザンデラを九州合併する。しかし、新たな院名はロザンデラ、正式名称ロザン天内工事となった。これにより縁、密、海、清の四州見学道場となった。元気三年、織田信長の比叡山焼討ちの際には、大町天皇の女房法書により、被害を免れたが、豊臣秀吉の寺町建設によって、天正年間に現在地に移った。しかし、 宝永五年の宝永の大化、天明八年の天明の大化と、たびたび火事のため消失してしまう。現在の本堂は、完成六年に、戦闘御所の一部を移築して作られたものである。明治維新までは、宮中の仏寺を司るお黒都市会員の一つであった。1872年9月に、天台宗の寺院となるが、1948年に、四宗見学の天台園。 清州として独立する。1965年に、広古、歴史学者、角田文英により、紫式部屋敷跡と,とされた、奥呂都市会員の内現存する唯一の設計門跡で、ある。天居2000年までに、指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館による、明智光秀が奉納したとされる、年次物を所蔵している。 本堂及び庭園は、有料寺町通りをハサミ西向きに、那シ神社、その南に、京都御苑聖ワイン五門。南隣は、京都府立医科大学図書館。北隣は聖城会院。その北に、本禅寺。平成29年9月15日文部科学省、国時代117号国宝、重要文化財の指定について、元三大師様ロザン寺ウェブサイト。 ありがとうございます。